アロハー、皆さんこんにちは。アロハナクラブのあゆこです。今日はちょっとね、雨なので、お買い物動画にしようと思いまーす。めちゃめちゃ雨降ってたけど、そうそう、ちょっと良くなったね。ちょっと良くなったか。ちょっとね、ザーザー雨だったんだよね。ね、すごかったよね。真っ白だったもん。視界ゼロでございました。ということで今日は今から、ウォルマートという、まあ、スーパーなのかな。うん、まあそうだ、まあ、いろんなものが売ってるスーパーに行って、プチプラなお土産、まあちょっと安くてあのお得なねお土産を探しに、ウォルマートに行きたいと思います。結構ウォルマートは、うん、お得なアイテムがね、そう、安いんだよね、全体的に、うん、そうそう、いろんなものが安いから、ちょっとね、今日はあのウォルマートで、どんなものが買えるか、お土産になりそうなものはどんなものがあるかっていうのを見ていきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。でお土産はもうあれだよね、入ってすぐのところの左側にある左がお土産コーナー、じゃーん、ここです。お土産コーナー一体がとりあえずはよくある。あ、でもこうやってリアルはやっぱ、あ、そうそうそう、ね、21.98 でハワイアンコースのパッケージが新しくなったよ ね、これ6個入ってんだ。うん、6個だから1個3点ちょっと、そうだね、うん、500円以下じゃない。うんうんうん、1箱。あ、そっか、そうだね。これもすごいいいよね。500円以下でさ、わりかしこうやって箱で、うん、ね、お土産あるから、これね、バラあるんじゃないかな。あとでちょっと見よう。これもさ、マウナロア、こっちも一緒、21.98 だから1個500円以下でゲットできる。あ、これも人気だね、ナッツ、ね、人気人気。これシーソルトと、こっちがなんかチョコレートカバーしてあるやつ。あ、それぞれ種類が違うね。そう、違う。チョコレートありとなしか。で、3カップ入って16.98だから13が、まあ、6ドル切るぐらいかな、ね、そんな感じ。あ、これもいいね。これもいいよね。バラ巻きもさ、すごいいいじゃん。1、2、3、4、5、15個入ってる。で、1パックに2ピースずつ入ってるんじゃないかな。だから人数が多いといいよね。ね。13.23 ですね。だから1個1ドルしないもん。うんうん、これもすごいいい。ハワイアンさんのハワイのお土産として。お、これもあるよ。個包装されてるからさ、ね、これは1個に1個チョコレートが入ってるって感じ、ね、うん、こういう感じで、うんうんうん、これは何個入ってるんだ。これね、あのね、でも、ああ、そっか、グラムだから1パウンドぐらいだから分かんない。そう、何袋入ってるかはちょっと分かんない、うん、あれ、こっちで単発でっていうか、一箱で売ってる。あ、これ。そうだね。これがさっきの6個入ってたけど、これだと1個だと。バラでも高くないよ。これ1個4ドルぐらいだもん。本当だ。まあ、あれ6パックだっけ。うん。で、21って。買った方が、まあ、お得だよね。多少、うん、お得に。やっぱすごいね。これ好きよ、これ。あ、これクランチですね。うん、美味しい。あ、でもこれはちょっと値段が高い。5.88 ちょっとです。いいわね、このダークのが好き。ダークチョコレート、うん、これも美味しい。美味しいね。ダークチョコレートもこれでも 5.98 してる。12ピース入ってるね。あの、これね、チョコレートがね、うん、そう。すごいね、マカダミア
チョコだけでもこんなに種類が。すごい。完全にこれはさ好みだよね。あとはまあナッツの大きさがちょっと違ったりとかするんだっけ。そう、あのね、ちょっとチョコレートのリッチさと、うんうんうん、ナッツの大きさが違うから違う。これちょっとちっちゃいから、これが一番なんていうの、ナッツ高級なファウンダーズコレクション。そう、確かにこれ 4.94 だもんね。こんだけでね。あれ、これでも大きいサイズだけど9ピース。あ、ここにあるよ、これ。これでもホワイト本当だ。これメレマックだもん ね違うんだよ。あ、あれだ。あ、上にある、車線が上にあります。そうで、その次がこれ。ああ、ランク的にね。そう、これとこれは一緒のランクで、ミルクかダークかっていう感じで、これが多分一番安い。あの前までさ、黄色のパッケージだったんだよね。あ、はい、そう。でもあのパッケージすごい可愛くなった、うんうん、可愛くなったね。そう、まあ、確かに値段的にもちょっと違う、うん、これが 3.9 で5.9 で、ちょっと大きいのは値段があれね、多分ね、10ドル近かったと思う。あ、こっちも、ああ、ほんとだ。これがミルクとダークがあって 8.58 だから、ちょっとね、値段が変わります。こんな感じ。あとはこういうちっちゃいのでもね。そう、これが1ドルちょっとだから、まあ、こういうのをいっぱい買ってって、これをね、配ったりとか。あ、そうか、これはさっきのやつとかいいやつだ。そうそうそう、そうなんだ。だからもうちょっと、あ、こっちだと少し安くなる。94セント、1ドル切るね。1ドル切るよ、これ。あ、そうだ、こういう板チョコもあるんだよね。あ、これちょっと前にハワイアンホースとかさ、ね、新しいなんかラインナップで出したやつだよね。板チョコなんだけど、なんかいろいろ、何、なんかさ、ナッツとか入ってたりさ、こういうサーファーズブレックファースト、クランチのグラノーラが入ってたりとか、すごい食べ応えあるよ。これもなんか、まあ5ドルじゃん。景色もハワイの景色って可愛らしいというか、ね、可愛いよね、これ、うん。そう、あとやっぱみんなナッツ気になるんじゃない。あ、ナッツね、ナッツ好き。これはもう定番のシーソルトの、ね、これ10点。あ、でも10ドルは切らないんだな。10ドルか。これはあれじゃない、ちょっとお世話になってる人向けの。そうそう、ね、日本円にしたら1,200〜1,300円とかになっちゃうからさ。これはさっきのさ、1個ずつ入ってるっていう、あの、あ、2粒ずつ入ってるやつ、うん、これさっきさ1ドル弱だったじゃん、うんうん、これがでも18個入ってるんだ。これ3の6、うん、18個、15.48。だからこっちの方がお 得、ね、これ買ってばらまくっていう手もあるよ、ね、うん、しかも美味しいし、ハワイアンホースのこれ、うん、まさにプチプラじゃない。 1.98 ドル。どう、安い、めっちゃ安いね。6個入ってるでしょ。6ピース入ってる。しかもちゃんと箱で2ドル。超安いじゃんこれ。いいね、こればらまけるよ、ね、しかもまあまあ、なんかなんていうの、ちゃんとしてる、うん、ちゃんとしてるよね。これこそプチプラお土産でしょ。お得、2ドル。あ、このあれさ、よく昔私お土産で買った気がする。パンケーキ、パンケーキ、まあ、簡単にできる。水入れるやつだっけ。うん、確か水入れるだけだった。うん、水入れるだけ。水入れればいいだけ。そう、まあ普通いろんな味あるし、まあ、バナナ、マカダミアナッツ、チョコレート、ブルーベリー、野菜、ブルーベリー、ロソイ、新しいね、これ、ね、リリコイ、パイナップル、ココナッツ、ストロベリー、ガバ、3ドルぐらい。なんかこれとさ、さっきのチョコレートつけたらさ、ちょうど5ドルじゃん。5ドルでちょっといい、よくない、うん、ね、あとウォルマート安いのコーヒーだよね。あー、コーヒー、あー、コーヒーはね、安いんだよ。あー、ライオンコーヒー。ライオンコーヒー、あ、これ 100% 粉だね。あ、これね、めっちゃ美味しいらしいよ。私飲んだことないんだけど、美味しいって聞いた。
10% コーナーで、うん、でこのコーヒーって大体40ドル近いんで、うん、でもライオンコーヒーのこれは美味しくて、あのゴールドのパッケージこれは美味しくてリーズナブルね、確かにそう、でいいらしいですよ。あ、でもこの隣もあるからね、100% コーナーだけど ね、これ、あ、そうね、値段的には一緒、うん、これもでもさ、ライオンコーヒーと同じメーカーでしょ、違ったっけ。そうなんだ、わかんない、あ、違うこと言ったらごめん。ハワイコーヒーカンパニーでしょ、155からに、違ったっけ。ほら、ハワイコーヒーカンパニー、あ、じゃあこれ一緒なんだ。そうなんです、あのまあ、なんて言うんだろ う、ブランド違いっていうの、あのいっぱい飲む人はお買い得な、あ、ホッピーサイズね、はい、あ、これ人気だね、バニラマカダミ ア、これ安い、680g 入って17.5g、うん、安い、そう、あ、で、ちゃんとこういう、いや、リカ、違うか、これはアントキス、アントキスさんと、あの抗酸化作用がある、若返るってやつ、あ、そうなの、緑、なんか緑のシリーズもあるなって思ったんだけどわかんない、何が違うか、デカフェではない、私結構好きなの、カワイコーヒー、あ、カワイコーヒー、飲みやすいよな、飲みやすい、美味しい、まあ、エコビサダイで、これもマカダミア、バニラマカダミアと、あ、これデカフェある、あ、ほんとだ、ミディアム、ダークロース、ビールロープリオ、粉ずしとかさ、キャラメルとか、あ、ほんとだ、10.98 になりやすい、こんなに高くないよ ね、日本語の名前あることない、ね、チエイコーとか、アユミーとか、あ、全部ここあるだよ、日本の名前だよ、アユコはない、アユコはないでしょ、アユコはあるけどアユコはないあのハワイのさ、車のナンバーね、プレートのすごいね、マサユキとかめっちゃあるじゃん、マサ、マコト、ペイスケ、ペイ、これ何、日本の名前ばっかりじゃない、ねえ、ケンイチとかあるね、キーナ、すごいね、マコの手がアロハハワイ、でさ、これいけるの、なんか持ち込めなさそうじゃない、日本に Export to US only、 やっぱそうだよね、だから国内はいいんだけど、残念ながら日本には持って帰れないっていう、ね、プレメリアとビーチタオル、こういうなんかポーチとかもあるんだね、あ、本当だ、 3.6 ポーチ、ちょっとね、まあ、正直なところかなりチープな、あの、まあ、うん、まあ値段が値段だから、ね、値段、まあそうだね、鍋使った、何これ、フロアバディ、あ、履いて雑巾掛けするんだ下駄みたいなで安いといえば歯磨き粉なんで、歯磨き粉も結構ね、お土産で買うしているもんね、そうそう、あと自分用にもね、多いんだけど、あ、自分用ね、うんうん、あ、これプレストの、これがね、一番 3D ホワイトのブリリアンスっていうの、これが一番なんかね、人気、4.97、そう、安いのよ、これも人気だし、多分こういうのが一番強いのかな、ホワイトニングは、まあ、ホワイトアーティーさん、うん、あと結構お買い得なのがこのこういうバリュー2パック、はいはい、入ってて、そう、9.8、これ隣は1個で 5.7、 そう、だから2個買った方がお得だし、3パックもあるよ、あ、本当だ、3パックだと12.9なので、かなり安い、めっちゃ安い、ちょっと味違うけどね、
でもこっちもそうだ、ね、こっちも一緒だ。5.47 だけど2個買うと 9.87、うん、で3個だと 14.27。 あ、27、あ、ちょっと違う、あれこれ味の違いだね、これ、うんうん、そうなの、プレスト安いし、あとあの私使ってるのコルゲート。ああ、はいはい、コルゲートね。あ、そうそう、このこれ使ってる。これも安い。これもさ、8.761個、うん、だけど2個買うと 14.2、 そうかなり安くなる。あのね、この間ね、日本でなんか逆輸入みたいな、逆にね、うん、輸入で買ってるっていう人がいて、うん、1本2000円、お、3000円か2000円するって言ってたの。全然安くない？ね、半額ぐらい、ね、それ考えたら。そう。だからおすすめ。トラベルシリーズもさ、うんうん、結構いいんだよ。あの、あ、お試しにもできるし、はいはいはい、1ドルとかじゃん。本当だ、1ドル。とかこれ2ドルでしょ？ 2.4 ドルか。とかなんかあとこういうなんていうの、モイスチャーライジングクリーム、これも有名じゃんね、こっちでは。そう、ボディクリームのやつとかもなんかちっちゃくて。うんうん、で安いのよ。だからこういうのとかちょっと面白いかも。バラ巻き用とかでもちっちゃいサイズ、シャンプーとかもあるし。これトルスメはあれ ね有名だよ ね。しかも2ドルなんで。そうだから安いからね。これ、あ、これもあれだよ、結構人気だよ。あ、はいはい、このシャンプー、ね、そう、コンディショナー、シャンプー、アルガンオイルも3ドル。こういうのをなんかちょっとお土産にどうかなっていう。あ、うん、これも人気だよね。ナディノーラ出ました。もうウォルマートが一番安い、これを買うなら。あ、これ、あの、ちなみにシミ消しクリームです。はい、大人気ね。これ本当つけてるとシミが薄くなるって聞くもんね。あの、うちのおばあちゃん薄くなったから。お、実際に。あと、あの顔のトーンも、あ、明るくなるんだっけ、うんうん、結構他のとこだとね、もうちょっとする、ね、10ドルはするんだよ ね。そう、ウォルマートは一番安いので、あの、ぜひ何を買うならウォルマート。あれだよね、ハワイお土産じゃないけど。そう、でもアメリカの、アメリカらしいって感じ、ね、そうそうそう、らしいお土産って言ったらこういうさ、なんか、あ、いろんなものが入ってる。これ、これスニッカーズとかさ、トイックだっけ、これとかさ、あの、いろんなものが入ってる。いや、ちょっと見にくいか。チョコレートがいっぱい入ってるやつ、70個入って7.48で、めっちゃ安いね、こういうのは。しかも今はイースターの時期で、それぞれシーズンによっていろんなこういうパッケージができるよ ね。そうそう、ハロウィンの時もあるし、クリスマスとかね。これもアンダムでしょ。あ、これすごい、グミのやつめちゃめちゃ大きい。そうなんで、こういうのはね、お得だよ、すごい。これもみんな好きな、アメリカ人大好きよね、リースイーズ。これホワイトだ。本当だ。3.4。ピーナッツバターが入ってるね。これだ、ピーナッツバター。そう、私ちょっと甘かったな。ね。うん。食べてみたけど。まあでもアメリカ人の甘さを。そうな感じの味。食べるにはいいかも。これがアメリカだよみたいな。はい、ということでちょっといろいろ見てきたんだけど、まあ、意外に5ドル以下の。そのなんていうの、お土産になりそうなものとかも結構あって、うん、あったね、うん、やっぱウォルマートは比較的安いね。安い、うん、種類は、まあ、そこまでは多くはない、うんうん、だけどチョコレートはとにかくいっぱいあった、ね、そうそうそう。だから本当にあえてバラ巻きで買うにはちょうどいいかもしれない ね、うん、ね、いいね。ハワイアンホーストとか、なんかハワイアンさんっていうブランドが意外に安い、うん、なんかあの2ドル以下のさ、あの箱に入ったチョコレートとか、あれね、めっちゃお得だ、あれお得だなと思いました。あとはコーヒーとかで、ウォルマートは、あれよ、歯磨き粉が本当に安いから、はい、私もよく買うし、あと何といってもあのシミ消しクリームね、あれもね、あれはね一番もう間違いなく一番ウォルマートが安いので、ロングスとかにも売ってるんだよ、うんうんうん、けど10ドルぐらいするかな、うんうん、そう、
全然あのお店によって値段がかなり違うので、もしねウォルマート行った際はあのぜひ歯磨き粉とそのあのナディノラはチェックした方がいいかなっていうふうに思います。まあ、あのアラマナショッピングセンターからすぐ近くだから、そうそうそう、もう歩いてすぐ行ける距離なので、あのぜひ足を運んでみてください。今日の動画参考になったよと思ったらぜひいいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。アロハ。